はい、プレーボールどうも野球人です。第2次戦力外批判が全球団ね、先日終了いたしました。で、昨日は第2次戦力外でリリースされた需要がありそうな野手を見ていったわけなんですが、今回は需要がありそうなピッチャー、こちらもね、見ていきたいと思います。まあ、やっぱり1次の方でも結構いいピッチャーがね、リリースされておりましたが、2次の方ではですね、まあさらにね、この人がっていう選手がリリースされております。もう何人かですね、調査の報道っていうのもある中で、まあ、さらに獲得の報道が出てもおかしくない選手ばかりでございますので、しっかりとねチェックしていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、まずは加山真也選手、プロ12年目、出身地は沖縄県、1989年11月23日まで、33歳、172センチ、70キロ、ポジションはピッチャーで、左投げ左打ちのサウスポーの選手です。2011年ドラフト5位指名の選手で、今シーズンの年俸は 1.6 億円、2年契約の2年目というところになっておりました。平均は約138キロほど、球種はスライダー、シュート、チェンジアップなどを投げます。加山選手は1年目は4登板のみに終わるも、翌年は40試合に登板してブレイク。しかしその後は1軍に定着できず、徐々に登板機会が減少していくと、2016年オフにサイドスローに転向。それがハマって、2017年から昨年の22年まで、6年連続で50試合以上に登板するなど、左のワンポイントとしての地位を確立します。しかし今シーズンは状態が上がらず、最終的に1軍で23登板にとどまり、第2次戦力外通告期間で来シーズンの契約を結ばないことが発表されていたということでございます。はい、まずはね、この加山選手、実績のあるね、左の変速派ピッチャーでございます。通算で見ていくとですね、463試合で14勝7敗、136ホールド1セーブ、312.1 イニングで防御率が 3.08、 奪三振率 8.76、 与四球率が 3.05 と、もうね、こう460試合以上投げておりまして、これを見るだけでもね、実績は文句なし、まあ、左のワンポイントという限られた役割の中で結果を残し続けていた選手ということになっております。ただね、今シーズンは1軍で23試合で1勝0敗、7ホールド、 12.0 イニングで防御率が 5.25、奪三振率 5.25 で、与四球率 4.50 と、まあ、ここまでね、活躍を続けてきた加山選手、なかなかで状態が上がらず、最終的に防御率5点台フィニッシュということになっております。で、2軍でもね、23試合で1勝0敗、22.1 イニングで防御率が 4.84 と、まあ、2軍でも防御率は高め、ただまあ、与四球率は 0.81 と、抜群のね、成績を残しておりますんで、スタッツで見るとめちゃくちゃ悪いっていうとこではないんですが、ただ2年契約が切れるこのタイミングで、まさかのリリース。まあ、やっぱ去年ね、防御率0点台っていうところもありましたし、実績も抜群。まだね、1年は見るんじゃないかなっていうところではあったんですけど、まあ、まさかの戦力外というところになっておりました。でただですね、今のところヤクルトが獲得調査をしているというね、報道が出ております。まあ、今のところ報道はヤクルトのみでございますが、まあ、他球団も手を挙げるかどうかっていうところ注目ですよね。では続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目は森友伊藤選手、プロ10年目、出身地は徳島県、1992年1月8日まで31歳、176センチ、100キロ、ポジションピッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。2013年ドラフト2位指名の選手で、今シーズンの年俸は 4.6 億円プラス出来高、4年契約の4年目ということになっておりました。平均は約143キロほど、球種はカット、カーブ、フォーク、チェンジアップ、ツーシームなどを投げます。1年目から58試合に登板し、その後もセットアッパーとして活躍、5年目からはクローザーに配置転換されると、37セーブを上げてセーブ王に輝き、翌年の19年オフに4年 18.4 億円プラス出来高の大型契約を結んでおりました。そして契約1年目も32セーブと活躍を見せていたものの、翌年の21年には怪我もあり成績を落とすと、昨年も29試合の登板にとどまり、先発に転向した今シーズンも6登板と結果を残せず、第2次戦力外通告期間で来シーズンの契約を結ばないことが発表されていたということでございます。はい、まあ、この森選手ね、クローザーも務めていて大型契約を結んでいた選手でございます。まあ、ただなかなか近年は結果を残せず、4年契約が切れるこのタイミングで戦力外というところになっておりました。通算で見ていくと470試合で25勝27敗、105ホールド、127セーブ、509.0イニングで防御率が 2.94、奪三振率 8.33、 与四球率が 2.26 ということで、まあ、本当に素晴らしい成績を残しておりました。で、今シーズンはですね、先発に転向して6試合で2勝3敗、 29.1 イニングで防御率 4.60、 奪三振率 8.28、 与四球率が 2.76 と、まあ、スタッツ試合はそこまで悪くないんですが、ただまあ防御率は4点台ですし、イニング数もね、30イニングを切っていると。で、2軍ではですね、12試合で5勝5敗、 64.1 イニングで防御率が 1.54、 ウィップ 0.86、 奪三振率 7.97、
予識率が 0.98 と、まあ、2軍ではねしっかりとこう選抜で無双していたっていうところでもありました。まあこう高額年俸がネックだよねっていうところはあるんですが、ただやっぱね実績っていうのは素晴らしいですし、1軍2軍ともにね2つは悪くない、年齢もまだ31、32歳っていうところもあるんで、どこかね取るんじゃないかっていうところもね当然彼も言われておりました。でそんな中現在ですね DeNA が獲得調査という報道がいち早く出ておりました。まあやっぱそれなりに年俸はかかるんだろうなっていうところはあるんですけど、ある程度こう資金力があってピッチャーの流出がね予想されている DeNA が獲得に乗り出しているっていうところでございます。まあ、彼もですねまだ他の球団が調査しているっていうところは出ていませんので、まあ、今後その辺がどうなってくるかというところでございますが、では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目、古川優里選手、プロ10年目、出身地は佐賀県、1995年9月8日まで28歳、178センチ、86キロポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。2013年ドラフト4位指名で最初は楽天に入団します。今シーズンの年俸は1300万円、平均球速が約148キロほど、球種はスライダー、カット、フォーク、カーブ、チェンジアップなどを投げます。楽天時代は5年目に先発ローテをつかみ4勝をマークするが、翌年のシーズン中に巨人へトレード、新天地への活躍が期待されておりましたが、3年間で9登板のみに終わり、2021年オフに戦力外通告を受け、昨年は日本ハムと育成契約、するとオープン戦で結果を残して開幕前に試合が登録され、34試合に登板と活躍します。しかし今シーズンは現役ドラフトでソフトバンクに移籍すると9試合の登板にとどまり、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されておりました。はい、この古川選手、楽天、巨人、日本ハム、ソフトバンクと4球団で、ね、渡り歩いていたピッチャーでございまして、通算で見ていくと91試合で6勝15敗、3ホールド 228.1 イニングで防御率が 4.97、 奪三振率が 7.29、 予識率が 4.53 という成績になっております。で今シーズンはですね1軍で9試合で 10.0 イニング、防御率が 4.50 ながら奪三振率 9.90、 予識率が 0.90 と、まあ、スタッツはね本当こう抜群の成績というところになっております。で2軍でもですね34試合で2勝2敗、 37.2 イニング、防御率が 1.43、 奪三振率 10.04、 予識率が 2.63 と、もうね2軍でも無双級の活躍を見せておりまして、まあ、やっぱソフトバンク以外であればねもうちょっとチャンスがあってもよかったんじゃないかっていう選手でございます。まあなのでこう現役ドラフト組っていうところで1年で移籍してリリースになってしまった立場ではあるんですけど、やっぱこう需要はねあるんじゃないかなっていうふうに思います。球もねしっかり速いですし、去年もそこそこ良かったっていうところでもあります。まあ本当ソフトバンクだからねチャンスが回ってこなかったっていうところも大きいとは思いますので、まだ20代後半っていうところもありますし、またねこう育成とかでも疲労球団があってもおかしくはないんじゃないかなっていうふうには思いますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて4人目は C の新田選手、プロ6年目、出身地は新潟県、1995年10月10日まで28歳、196センチ、91キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。2017年ドラフト4位指名の選手で、今シーズンの年俸は1900万円、平均球速が約147キロほど、球種がスライダー、カーブ、ツーシーム、チェンジアップ、フォークボールなどを投げます。 C の選手は2年目に36試合に登板し5勝をマーク、しかし翌年の3年目には右肩痛の影響で7月に1軍昇格も状態が上がらず、わずか12試合の登板に終わると、4年目の昨年は自身初の1軍登板なしに終わります。それでも5年目の昨年は防御率4点台ながら18試合に登板し、復活の兆しが見えていたものの、今シーズンは2軍で防御率1点台前半と結果を出すも、昨年を下回る11試合の登板にとどまると、第2次戦力外通告期間で来シーズンの契約を結ばないことが発表されたということになっております。はい、というわけでまあ4人連続ねソフトバンクの選手というところになっておりまして、まあ、それだけねやっぱいい選手をリリースしていたのが今シーズンということになっております。でこの C の選手も通算で見ていくと78試合で6勝4敗8ホールド、100イニングで防御率が 3.87、 奪三振率が 9.09、 予識率が 5.31 と、まあ、それなりにね1軍での実績はあると。で今シーズンはですね11試合で0勝1敗、 16.1 イニングで防御率が 3.86、 奪三振率 9.37、予識率が 4.96 と。でまあ2軍成績もですね29試合で2勝1敗3セーブ、 31.0 イニングで防御率が 1.16、 奪三振率 12.19、 予識率が 2.03 と、まあこう古川選手同様に2軍では本当に無双状態ということになっておりました。で特にですね奪三振率 12.19、 K パーでいうとですね 35% 近くありまして、まあ、2軍の K パーでは両リーグでもトップ級のものを記録しておりまして、まあ、やっぱこう三振を取る能力でいうと抜けているものがある選手かなっていうふうに思いますし、
その辺を見ればね、やっぱこう古川選手同様、育成とかで獲得してくれる球団がね、出てくるだろうなっていう選手を一人でございますので、当然彼も注目と。では続いて見ていきましょう。はい、続いて桑原拓也選手、プロ6年目の選手、出身地は奈良県、1996年3月26日生まれ、27歳、178cm、85kg、ポジションはピッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。2017年ドラフト1位指名、ドラ1の選手ですね。今シーズンの年俸は2900万円、平均球速が約146キロほど、球種はカット、スライダー、シンカー、シュート、フォークボールなどを投げます。1年目から初勝利を挙げるも、怪我もあって1軍定着することがなく、3年目のオフに育成推しとなります。翌年には2軍で好投を続け、試合が登録を勝ち取っておりましたが、1軍登板することなく再びオフに育成落ちになります。それでも昨年はキャンプからアピールし、開幕前に試合が登録をつかみ取ると自己最多の49試合に登板します。しかし今シーズンは2軍では結果を残すも、1軍では5試合のみの登板にとどまり、第2次戦力外通告期間で来シーズンの契約を結ばないことが発表されていたということでございます。はい、この桑原選手、巨人から1位指名されていた選手でございます。当然こう期待はされていたんですが、ちょっとね怪我とかもあって育成落ち試合かっていうところをね、割とこう繰り返していた選手でございます。通算で見ていくと80試合で5勝5敗、16ホールド、104.0 イニングで防御率が 5.80、 打数足率 7.88、 与四球率が 3.55 という成績になっております。で、今季は5試合で0勝0敗、1ホールド、5.0 イニングで防御率 9.00 と、もうなかなかね、結果を残せず、ただ2軍ではですね、27試合で2勝2敗、6セーブ、30.1 イニング、防御率が 1.48、奪三振率 7.42、与四球率が 1.48 と、まあ2軍ではね、しっかりとこう抑えられていたというところでございます。まあどちらかというとね、打高のいいスタンで、悪くない成績、ちょっとね、去年より球速っていうのが落ちてはしまっているんですけど、こうドラ1のポテンシャルを評価してくれる球団がね、出てきてもおかしくはないのかなというか、まあやはりドラフト1位の選手ともなればですね、当然こう他球団もね、上位でリストアップしていたっていうケースが多いとは思うんですよね。で、そういう中で以前欲しかった選手っていうところを獲得するっていうパターンもですね、多いので、そういう意味ではドラフト1位のね、この桑原選手、どこかしらが拾う球団があっても不思議ではないのかなと。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて6人目は吉田亮選手、プロ8年目、出身地は兵庫県、1997年6月20日生まれ、26歳、181cm、80kg、ポジションピッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。2015年ドラフト5位指名の選手で、今シーズンの年俸は1900万円、平均は約142kg ほど、球種はスライダー、カーブ、フォーク、ツーシームなどを投げます。吉田選手は高卒で入団し、なかなか一軍定着とはなりませんでしたが、5年目の2020年にリリーフとして8勝利を記録すると、最終的に35試合に登板と飛躍のシーズンになります。一昨年も前半戦は肩を痛め出場機会がなかったものの、後半戦は日本シリーズ含め前年同様に活躍、しかし昨年は状態が上がらず、1軍では6登板のみにとどまり低迷すると、今シーズンは19登板と登板数を増やしておりましたが、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されていたということになっております。はい、この吉田選手、高卒で入団していた選手で、通算で見るとですね、83試合で4勝5敗、17ホールド、73.0 イニング、防御率が 3.07、 奪三振率 8.26、 与四球率が 2.32 という成績になっております。で、今シーズンもね、1軍で19試合に登板、 16.2 イニング、防御率が 3.24、 奪三振率が 6.48、 与四球率が 5.40 という成績になっております。で、2軍でも30試合で2勝0敗、4セーブ、 27.2 イニングで防御率が 1.95、 奪三振率 8.78、与四球率が 3.58 と、2軍でもね、しっかりとこう投げれていたというところでございます。まあやっぱね、こうオリックスもソフトバンク同様、ピッチャーのレベルが高いっていうところもありますし、割とこう少数制でね、やっているっていうところもあるんで、割とこう投げれていた吉田選手もリリースになってしまったのかなっていうところではあるんですが、まあただやはりある程度こう実績のあるリリーフで、この若さっていうのは割と魅力かなというか、年齢はね、26歳、来年27歳ということになります。まあ今まで見ていた選手とね、そこまで実績っていうのは変わんないんですけど、やっぱ年齢が1つ2つくらいね、下っていうところもありますので、それだけやっぱ可能性もね、あるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今年もね、19登板に投げているっていうところも大きいかなっていうふうに思いますので、そういう意味でも需要はね、あるんじゃないかなっていうふうには感じますが、はい、じゃあ次は最後ですね、見ていきましょう。はい、じゃあ最後7人目、立野和明選手、プロ4年目の選手です。出身地は愛知県、1998年、4月3日生まれ、25歳、181cm、 87kg、 ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。
2019年ドラフト2位指名で、今シーズンの年俸は1600万円、平均が約145キロほど、球種がスライダー、カット、カーブ、フォークボールなどを投げます。立野選手は1年目から主に2軍を中心に起用が続き、1軍登板はありませんでしたが、2年目の2021年6月にプロ初先発で1軍デビュー。その後も積極的に1軍で起用されると、最終的に55回を投げ4勝を記録と活躍を見せておりました。さらに3年目となる昨年はオープン戦で結果を残して開幕ローテを掴んでいたものの、打ち込まれることが続き早々に抹消され、3試合のみの登板にとどまると、4年目の今シーズンも結果を残せず、第2次占領外通告期間で来シーズンの契約を結ばないことが発表されていたということでございます。まあ、ドラフト2位、結構ねいい順位ではあったんですが、4年目で戦力外ということになっております。通算で見ていくと18試合で5勝6敗、 71.2 イニングで防御率が 3.89、 奪三振率 7.28、 与四球率が 3.52 と、で今シーズンは1軍で4試合で0勝1敗、 6.0 イニング、防御率 6.00、 奪三振率 10.50、 与四球率 1.50 と、まあわずか4試合6イニングのみではあったんですが、スタッツは悪くないと。で2軍では31試合で4勝4敗、2セーブ、 60.2 イニングで防御率が 2.67、 奪三振率が 8.16、 与四球率が 3.26 と、まあ、先発リリーフともにねいろんな起用法をされておりまして、まあ、2軍でも悪い数字はありませんでした。でそんな立野選手ではあるんですが、こう若い先発っていうところにもなってくるので、まあ、貴重な存在にはなってくるとは思うんですよね。年齢もねまだ25歳、戦力外になった選手っていうところで言うと、まあいい選手は多いんですけど、やっぱりリリーバー中心なんですよね。先発でリリースされているね若い選手っていうのがなかなかいないっていうところもあるんで、それなりに需要があってもおかしくはないんじゃないかなっていうふうに思いますし、こう育成で取って2軍のイニングイーターをやってもらいつつ、1軍の戦力にもなれるみたいな存在になれる選手でもあるのかなっていうふうには思いますので、まあやはりねこう貴重な先発ピッチャーとして注目かなというところではないでしょうか。はい、というわけで以上7選手でございます。最後ねまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今回見ていったのは加山選手、森選手、古川選手、椎野選手、桑原選手、吉田選手、立野選手ということで、計7選手見ていきました。で現在ですね、調査報道が出ている戦力外投手っていうところ見ていくと、先ほどもね言った通り、加山選手はヤクルト、森選手は DeNA、あとは中川隼太選手が DeNA、堀岡選手も DeNA ということで、まあ DeNA がピッチャー3選手ね、調査しております。で、巨人をリリースになった柿谷選手、まあ、彼を日本ハムが調査しているっていうね、報道も出ておりましたんで、現在、5投手が調査の報道、まあ野手がね、3人っていうところもあったんで、それを合わせると、現在8選手が獲得調査の報道があるということになっております。まあ今後、トライアウトが終わって、本格的に調査っていうところがね出てくるとは思いますので、まあこう気になる選手がいればぜひねコメントの方お願いいたします。では野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。